さあ、皆さん、ボール会です。ということで、今回もですね、ポケットモンスターソードやっていきたいと思います。前回ね、このキリクスタウンに来て、まあ、今の、ジムリーダーである、マクワだっけかな?マクワに勝負を挑んで勝ちましたよ、と。で、まあ、6番目クリアということで、今回、7番目行くんですけども、この7番目のジムリーダーっていうのが、最初のね、開会式には来ておりませんので、多分皆さんからするとまだ見たことがないのかな。まあ、言うてもね、ケンタでももう4年ぐらいの作品なんで、まあ、知ってる人は知ってるということなんですけども。はい、ということで、今回もやっていきます。ということで、行きましょう。行くぞ。外出るぞ。キリクスを探索しようって書いてあったな。いい勝負だったよ、ジムリーダー。だって強いのにね。あのさ、キリクスにはいいお店があるんだ。話したいこともあるし、そこでお祝いしようよ。お店の名前はステーキハウス。美味しいボブだよ。美味しいボブ。いいね。あ、ダルマッカ。めっちゃ可愛いよ、ダルマッカな。なんか、モコモコしてそう。すごいいいサイズだしね、なんかね。ギューってしたい、ギューって。はい。ボブ行こうか。これでしょ、ボブは。ステーキハウスだもんね。これ、ボブでしょ。どう見てもボブだろ。あら、ああ丸役でいる。ノッツォ、すごいぞ。自分バッジを獲得したんだな。お、待ってたよ。ブラックナイトのこと、剣と盾のポケモンのこと、何もわからなくて。あ!ちょっと。なんか焼け落ちたタペストリーあるな。半分になってる。なんでこれだけ宝物庫にないんだろう。なにこれ。5枚目のタペストリー。悲しむ二人の英雄、剣と盾はどこに?タペストリーに描かれた絵は何を意味している?伝説の終わり?なるほど。英雄の役目は終わり、眠りについたんだ。ラテラルタウンの遺跡によると、剣と盾ってのは2匹のポケモンなんだっけ?うん、私はそう睨んでいる。俺たちが出会った不思議なポケモン。あいつが剣や盾の可能性ってあるのか?出会ったって?ノッツ、お前なら何のことかわかるだろう。そう、まどろみの森、最初の、旅路の時ね。それよりも奥のおっさんが、早く注文せえっていう顔してるけど。さすがだぞ。そう、俺たちを霧で包んだ不思議なポケモン。あいつがそうじゃないの。そうだった、あなたたちまどろみの森に入ったんだった。おばあ様に言われて初めて、始めた旅だったのに楽しすぎるよ。食べながらでいいから詳しく聞かせてよ。ほら、何食べる?頼んじゃう?めっちゃいい音鳴るやん。ジュージュージューって。まあ、タペストリーの横のボブがすごいよ。なんか欲張りすみたい。なるほどね。よし、食事を終えたらキルクスタウンの見学、英雄の湯に行きましょう。英雄が傷を癒すために使ったみたいな。英雄の湯。大昔2人の英雄が悪しき存在を打ち破り、戦いの傷を癒した場所。でも今英雄の湯に疲れるのはポケモンだけ。大昔、温泉に入っていたという英雄とは、後で調べてみようと。まどろみの森で不思議なポケモンと出会った君たち。もしかしたら二人の英雄になれるかもね。剣と盾の英雄か。だったら盾がいいかな、俺は。大昔の英雄ってどんな戦いをしたんだろうね。おい、ヨツはポケモン勝負をするぞ。急ですね。待って。わかった。ソニエがご馳走してくれたうまいカレーライスを食ったら、やる気がドーバードーバー出てきた。ステーキじゃなかったんかい。
全然意味わかんないけど、せっかくだし見せてもらうよ。ノッツのポケモン元気にするからよろしくね。未来のチャンピオンによるエキシビションマッチだぞ。それよりお前は6番目のジムリーダーどうなったんや。負けたとか言ってたやんけ。おお、そうだよ、お前はそうあるべきなんだ。前回だったか前々回だったか見損ないかけたけどね。ほら頼むぞ相棒、激アツ展開きた。そいつを相棒と言うなら俺も手加減なしで行かせてもらうぜ。なんかほんと胸アツだね。ちょっと前回ほんまにバイウールとかあったから全然バイウールの姿見てなこなかったのに、久しぶりにバイウール出してきて行くぞ相棒っていう掛け声、お前なかなか分かっとるやないか。そうで来なくっちゃな、ライバルなんだから。よしよしよし、お前のバイウルも強い。一刻を襲う雪だからね、雪てがあられなんだよね。あ、バチウニ来ちゃうねこれね。バチウニバチウニに対抗できるやつってそうそういないんだよな。まあ、タールショートで炎技効果抜群にさせるか。前回活躍したギリじゃんね。しかもバチウニっつったらもう俺もう最初からずっと旅してるからね。俺の服バチウニが書いてあんね。ずっと昔から俺とお前は一緒に旅をしていた。バブル光線意外に食らうし意外に食らうん、なんなんこれ。剣盾まではこの雪っていうかあられ状態だったんですよね。なんか SV から雪っていう状態になったので、ダメージを食らわないようになったんだけど、本当はこれだけ食らうんだ。いいもんくれるじゃねえか。これバブル光線死ぬな。普通に死ぬな。あ、耐えた。あ、でも、あ、そっか。あられで。いや、よくやってくれたぜ。しょ、クラまでいけるっしょ、これ。もうさ、フォローの石がねえんだったら、他のポケモン捕まえて、即戦力にしたいところなんだよね、正直。オッケー。でもいいね、ギリジャンが倒れても後ろに炎ポケモンがいるから効果抜群にした状態を残しつつ、こう他のその後のね炎ポケモン、いわくらまで打ち取るみたいな。赤ちゃんの毒好きいいね。妖怪、まあこれでいっか。じゃあ特殊物理とこう交互に置いといた方がいいのかもしれないけど、クラマエースバンガー。じゃあ一刻で相手するしかねえな。行け一刻。レベルはまだ俺は高いんだけどな。アクアブレイクだ。狙い撃ちのが良かったか。まあ、関係ねえわ。いや、ホップもいろいろあれなんだ考えてんだな、手持ちな。こいつがいいのか、あいつがいいのか、みたいな。すごい考えてんだ。カビゴンも正直どうしようもねえから、見た目からさ、もう格闘が通るような見た目してないじゃん、あの、物理的な。お腹で、お腹が、お腹にぽよーんってされそうな。一刻を襲う。まあ、そうは言うてもトンボ返しでしょうか。オッケー。で、バイユールかな。
これまひることあるよね、のしかかりってね。まあ、二度蹴りでいっか。二度蹴りなくしたんだっけ？いや、あるんだ。いけ。いや、倒せないか。いや、あられ込みで倒せるか。あ、オッケー。ナイス？もころんを襲う。アーマーが。やべえ、アーマーがギリじゃんだけど。マジどうしよう。赤ちゃんで。まあ、毒は効かねえけど、ほっぺスリスリで。いや。追い詰められた。いや、そこから勝つのが最強だぜ。ちゃんとここからワーマーガーまで進化させたんだな。そういえばいなかったもんね。最初の捕まえたポケモンたちって感じだな。麻痺を狙う。これなら放電2回で行ったらなんて、あんまり関係ねえかもな。いや。素早さがくんだったら、結果的に良かったかもしれないね。どうなんだろう。お互いあられのダメージ食らっていく。あ、俺のが早いわ。強っ。あの赤ちゃんがたくましくなって。いやいや気あったんだけどね。いや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 、みたいな。ライバルのお前に勝てないか。だけど光は見えてきたぞ。ありがとう、二人とも。いい戦いだった。このまま。無敵のダンデを任しちゃいな。で、あなたたちどうするの？私はまどろみの森も調べるつもりだけど。何度でもジムに挑戦だ。ジムバッジをもらったら、スパイクターンに向かうぞ。9番道路を越えてな。じゃあな。やっと吹っ切れたのかな。あいつが元気じゃないとダンデも心配するし。あなたもライバルとして、物足りないもんね。じゃあね。これはおそらく回復してくれてねえな。その優しさを最後まで見せてくれるとね、ありがてんだけどな。本当に。どないなってます。教育はどないなってますんや、これ。え？本当。回復してきや。戦闘前に回復したら、終わりも回復するのが礼儀じゃねえのか。まあ、そんなことをぐちぐち言っても仕方ないんで、先を進みましょうか。久しぶりに服変える？ありなんじゃねえか？服ここか？あれ、話せない。一生にいるポケモンをもっと可愛く引き立てる。コーディネートをアピールしないと。ブディックへようこせ。何かお探しですか？おなんでだ？なんだこれ？モンスターボールから目が。怖い顔って書いてある。怖すぎるな、さすがに。T シャツ。あ、ちょっとダメージ系になってるな、パンクって。しかも高いし、なんで破れてる方が高いんじゃんや。いや、でも T シャツ部分のが布生地的には少ないのか。なるほど。このピカチュウのこれ。超いいじゃん。これにしよう。最高に活かすぜ。サングラスもいいけど。まあ、これでいっか。よろしくな。ああ、着替えはここね。よし。気分、てか新たに服を変えたんで気分も変えてね、行こうと思います。ワルピカチュウ。いいね。最高だね。こっちかな？雪だるま。誰が作ったんだろうな。こっちでいいんだよな、9番道路。トレーナーもいるだろうけども。あ、釣り人いる。戦おうか。トレーナーが出会えば勝負。なんとシンプルな決まり事。カマス城は初めてかな。いや、カマス城。いや、前サシカマスか。サシカマスは見たんだっけ。
確かマスは、ルリアさんとかで見たんだよな。確かマスに、ダンゴロだったか、なんかね、まだこのギージャンが弱かった時にやられたような気がするな。クラマもその時にやられたかな。忘れたわ。忘れたけど、なんで俺ギージャン出してんだ、そもそも。意味わかんねえじゃん。俺、赤ちゃん出すつもりでいたのに、なんで俺、ギージャンの話してたら、こいつ出しちゃったよっていう。まあ、仕方ね。しかもさ、この蒸気機関で翼が上がったとしてもね、確かマスはね、アクアジェット撃ってくんのよ。全く関係ないっていう。全く関係ねえんだよ。あ、しかも、原子の前発動したな。ナイス。ギージャンを襲う。ランタン、水、電気。いや、マジで、そいつを射止める、やついなすぎてやばいな、これ。このまま行くか。せっかく原子の前してるしな。このまま。まあ、原子の力でいっか。素早さもめっちゃ上がってるしね。全然食らわねえけど。うわ。いや、バブル光線食らいすぎなんだ、さっきから。ランタン。草ポケモンもいなきゃなぁ、みたいな。赤ちゃん出すわけにいかないしね。まあ、赤ちゃん出すか毒好きでいけるっしょ。電気技は打てないよね、確かね。毒好き。毒にもできるかもしれないしな。あ、強い。急所か。オッケーオッケー。ミサキ。強い方が勝つ、至ってシンプルだ。すげえつまらなそう。やっぱ勝ってこそだからな。いや、毎回ギリじゃん、申し訳ねえ。なんかさ、死ぬがかりみたいになっちゃって。死ぬがかりなんぞ思ってないからな。これさ、で、これ、いつになったらこれ、通れるようなんだろう。海の上はね、この自転車がね、改良されたらね、通れるようなんだよね。それがいつからなのかわかんないんだよ。お、なんだっけ、あいつだ。なんだっけ、人出まんじゃないわ。なんだっけ。なんだっけ、こいつ。忘れちゃったよ、名前。ポケモンとおとり狂って気分を高めたけど、いいの？わー、ダルマッカだ。かわいい。その、ぴょん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 跳ねてるのかわいいな。いや、マジでギュってしたくなるかわいさだね。クラマいけるか。かわいい者同士の戦いしようぜ。攻撃の仕方も強い、今一つなのに。進化前だからな、厳しいんだ。かわいいよね、ダルマッカね。これなんだ、その、ぴょんぴょん跳ねてんの。かわいすぎんご。クラマがどん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 と。まあ、このまんまでいいよな。マジ、炎の石ゲットして真っ先に進化させてあげたいわ。お、綺麗花はこのままでいいじゃん。素早さ的にどうか知らないけどね。火炎放射で焼けるんちゃう？倒せるかな？耐えられるか、さすがに。まあ仕方ない。蝶の舞。蝶のように舞い、橋のように刺す。もしかしてそれ？綺麗花ってこれ足あんのこれ。やっぱ浮いてるように見えるよな。SV の綺麗花は浮いてんだよね。ちょっと浮いてるっていう。わからんね。わからんわからん。
水浸し。これ水タイプに変えるやつか。いや、いらねえな。わあ、あなたたちのコンビ、踊るように技を繰り出すんだ。そうです。回復した方がいいか。いや、もう回復買わねえとな、マジで。きちは。もう、あれ勝ち亀だ。スパイクドアに行けないよう、9番道路は進ませないよう。俺たちエールダウンはカチリガメを応援しながら、誰かが水上を越えていくのを邪魔するのだ。ババアイト。はい、ですからロトム自転車で水上を渡れるように。ジムチャレンジャーさん、いいところで再会しましたね。自転車をプレゼントして私を助けると思って、彼らをやっつけてください。あん時の。あたしら、カジガメを守る。そのため、あんたにはジムチャレンジを諦めてほしか。どう？ポケモン勝負する？はい。カジガメの応援のため、あんたをボコボコに任します。まさか自転車くれたおっさんとここで再会。そしてピカチュウが光ってるね。まっすぐも、おい。やるじゃねえか。この雪降ってんのじゃなくて、あられ嫌だな、マジで。トンボ帰り帰れねえかな、倒せねえかな。あ、残っちゃうか。まあでも、あられで行っちゃいそうな。あられで行っちゃいそうな感じ。うわ、いや、さ死ぬかも。それはきっちいね。自分のまっすぐまが耐えるということを信じて。まさか。いや、まさかのまさかだった。カウンターは効いてねえな。OK。急所。まっすぐ間もね、進化するんだよね。ゾカラルのまっすぐ間進化すんのよ。進化するんだけど、なんかね、進化条件みたいなのがあるんだ、一応。まあ、簡単なことなんだけど、なんか夜にレベルアップするっていう。その夜の概念っていうのが、確かワイルドエリアだったかな。あんまり詳しくちょっと分かんないんだけど、ワールドエリアで夜になってる時にデベロップさせると進化するみたいな。だから一回ちょっとワールドエリア行かないとなっていうところなんだよね。やっぱ進化させたいしなっていう。まっすぐのままで行ってもいいんだけど、せっかくならね、進化の姿を見たいじゃん。スパイクターに帰りたい。帰りたいったら帰りたいのよ。はい。なかなかでも、歯応えのある。このままではカジリガメに乗られてしまう。いいことを思いついたぜ。俺たちがカジリガメに乗るんだ。よし、頑張れカジリガメ。さよならです、ジムチャレンジャー。ババイトー。いや、お前ら二人乗れるそれ。また助けられましたね。どうですか、サイクルライフ楽しんでますか。ロトム自転車で水上も進めたら最高ですよね。というわけで水上も移動できるようになるパーツ、おお、特別に追加しましょう。来た、言ってたら来たね。ポケモンのロトムを組み合わせ、ターボができるようになっただけでなく、水上も走れる自転車。さ。ロトム自転車アクアモードで水上もスイスイ進めます。ちなみに陸上走るときはライドモードと言いますよ。いや、ありがてえな。ちょっと元気のかけらも買わねえとな。毎回戦闘一人は瀕死になっちゃうの、なんとかしたいな。これ
さあ、快適な自転車ライフってやつを楽しむ。これ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 。こいついたな。これこれこれ。ヘンタテにしかいないやつ。落とすパス。タコじゃんか。タコの見た目で水タイプ入ってるように見えて、こいつ格闘タイプ単体っていう。そういうポケモンなんだよね。なんか隊列みたいな。虫入ってるように見えて、実は格闘単体みたいな。やばいよ。まあなんか、レスナーみたいな見た目だもんね、タコなんだけど。これ、あられのおかげでアクアブレイクでいけそうだな。いや、すごい見た目してる。しかも50レベルってバカ高えし。これ進化前いたはずなんだよね。かわいいの、進化前。確かね、4番目のジムリーダーの、なんかミッションあったじゃん。なんか、くるくる、なんか、コーヒーカップにくるくるしながら。あれのカップのポケモンがこいつの進化前なんだよね。それを見せられたらいいんだけどな。いるかな。タマンタもいるね。タマンタいる、タマンタ。タマンタすげえ、飛んでる。おお、ホエルゴだ。ホエルコか、こいつは。ホエルコだ、ホエルコ。あ、奥さんいる。かわいい。釣りも勝負もタイプの相性は大事です。生拳来たぞ。めっちゃ可愛い。めっちゃ好きなんだよ、生拳。この見た目がもう可愛すぎる。わあ、でも放電は特殊か。あれ？あれ、放電特殊だっけ？あ、よかった。かわいいな、マコボチ、マジで。あー、なるほど。瀕死前、瀕死になったら、なんか撃ってくんだ。飛び出す。地下出すのかな？オッケー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 。港。この辺にいるのかな？トゲトゲなポケモンで負けると心がチクチク痛みます。めちゃつまらなそうそう。つまんねえか。いや、オクタンもいるね。すごいね。オクタン3匹いるね。いや、前か思うけど、こいつが鉄砲から進化すんだもんな。わかんねえよ、ポケモンっていう。ポケモンが俺にはわかんねえ。なんで魚がそうなんねんっていう。驚きだよな。ホエルコーでけえな。ホエル王はもっとでかいんだろう。おお、空手家みたいなやついるな。ちょ、怖え、この人とキャンプすんの。久しぶりにする。ワイルドエリアのどこかにいる噂のキャンプキング。君はもう会ったかい。テントの色を変えてくれたり、カレー図鑑をチェックしてくれるよ。もし寒くて疲れたなら僕のキャンプへどうぞ。お願いします。いや、回復しよっか。カズマサ。お、リオル。お、ウィンディ。あ、ガーディンも一緒。あ、そっか。警察犬だからな。ラリオル、ルカリオもいる。すげえ。お、犬ヌアもいるな。めっちゃ早い。来い。これ、あ、料理。めえ、ちょ、はい。ぶち早い、ゴチルゼル。めっちゃ遅え。あ、かけっこだ、これ。いや、あまりの速さビビるな、これな。インテロがめっちゃ速すぎる。カモン。かわいい。楽しいみたい。もっと遊びたいみたい。とっても楽しそう。カズマサがちょっと怖いよ、さ、怖いよね。かまってほしい、遊ぼう。おもちゃ出す。フリフリ。フリ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 。フリフリフリ。フリ。死ぬ死ぬ死ぬ。これは死ぬんよ。え、で。まあ、可愛いから。フリフリフリ。でも、あのかけっこ、なかなか、一刻が、大人げない勝負してたな。
高速で走り去っ、おお、ガーディオン来てた。ちょ、インテリオン何してんの？バクってる。何やってんだお前は。超絶かバカ可愛いじゃねえの。料理しよっか。木の実はあるよな。よし。料理。カズマサと一緒に料理はしたくねえけど。なんか、数入れられたよな。まあなんか、持ってる木の実、これぐらい入れたるか。これでいいよね。準備 OK。カレー作るの初めてだからね。この今作はカレーが醍醐味。だこれがまあ SV ではあれだもんね、サンドイッチになってるからね。仰いでーっつって。カレーを楽しみしてポケモンたちのために俺は仰ぐわ。A 連打でもいいし、ジョイコン持ってたらジョイコンで振ってもいいし、みたいな感じだよね。お、ガーディも来た。みんな楽しい、なんか焦げてる感じしてるけど大丈夫。あ、混ぜてーって言ってるわ。混ぜるぜー。こんなに高速に混ぜていいのかわかんないけど。カズマさ、ちょっと遅いんじゃないそれ、混ぜんの。俺だけが料理してんじゃん、これ。いい感じになった？真心って何これ。俺の真心とカズマさんの真心。やっぱ料理は愛情だから。愛情が一番のスパイス。火が貫通してね。いや、俺だけが作っとるやんけ。辛口、スパイシーカレー。食べる。うん。激うまー。もぐもぐもぐ。魔法ミル級の美味しさ。HP と状態上回復、経験値をもらったノツオと異国たちはまた少し仲良くなった。まあ、こういうこともできますよーと。え、経験値結構もらえるな。食べたポケモンは1000ももらっとるから。すごくね？いや、いい体験してもらったな。不思議な雨。まあ、チャリで行こうか。空手からおっちゃんとも戦いながらね。ポケモンと組合、鍛えたわしの強さ解くと見よ。あれなんだな、キャンプしても、あれは治んないんだな、PP は。わわわわわわわ、こいつのスカ。いや、じゃ、危ねえ、たまんた。モンスターボールがあって、マンタインもいるしね。きついね、ああ。タハマンタさん、対戦よろしくお願いします。めちゃくちゃ頑張るぜ、みたいな。やったるぜ、みたいな顔しとんな。これは、赤ちゃんに変えるか。こう見えて飛行タイプ入ってんだっけ？マンタインは入ってんだよな。マンタインの進化前だから、入ってるか。タハマンタ可愛いよな。ずつかれちまったけど。あそこもまあ可愛いわ。かわいそうだな。なんか適応してないみたい。このあられの状態な。ここのポケモンたち。あれかな。毎秒このあられのダメージ食らいながら生活してんのかな。痛すぎるよね。さすがに。ちょっとかわいそうすぎるな。かわいそうすぎるんだけど。あー、危ねえ、危ねえ。モンスターボール、飛び出し注意だなぁ、マジで。あれ？戻ってきちゃってんじゃん、これ。最悪だ。なんかくるくる回ってる。煽られてる。お！カチコールだっけ？え、こっちかなぁ。いや。うわ、寒いやついる、水着のやつ。バカいるわ。泳ぎで鍛えた筋肉、筋肉で食い出す技。海パンやろうか。いや、水辺がここにしかないから、こいつ寒い中で、スタンバってんのかもしんないな。かわいそすぎる。
見てるだけで寒いもんな。見せんじゃねえよ、マジで。おめえ、その姿。寒すぎんだろ。あぶねえ。あ、プロテクターこれ。あれじゃん。サイドン進化させるための。サイドン進化させるためのアイテムやん。ここをどうやっていくんだい。まあ、一回先進むか。あれ進化もいるね、これね。なんでこいつ名前忘れちゃったんだろう。まあいいや。こっち、下の方下ってきや、おのずと、あれするでしょう。海パン野郎もいるなぁ。もう海パン野郎はいいや、もう。見てるだけ寒いもん、あいつ。なんだこれ。この意味深な。あれお姉さんもいる。あ、ブルンゲルだ、これ。ブルンゲル、でっけ。じゃあ、お姉さんとは戦うか。好きなドヒドイデとどこまで泳ぐために研究してんだ。あ、ドヒドイデだ。じゃあ、ビキニのお姉さん任して。ああ、待て。ひでマシンだけは取ってこうか。岩なだれナイス。まあもう、海パン野郎とか、ビキニのお姉さん戦うのは戦うんだけど、もう乗せね、寒いから。見てると寒いから。カットしてまーす。よし。進もうか。スパイクタウン外れって書いてあるね。ちょっと自転車の操作微妙なんで、ちょっと歩きで行こう。ここにね、タコみたいなやつ出てくるはずなんだけどね。ちっちゃい。いたい。これ。これ。こいつ。タタッコ。これが、さっきのオトスパスっていうポケモンに進化するんだよな。じゃ、可愛くないか。すげえ可愛い。てか、こんなポケモンいたなって、改めて思うんだよな。ははは、可愛い。じゃ、可哀想だけど、倒れる時の顔も可愛いな。鳥の足みたいになって。ダブルバトル?やっちゃうかい?ポケモンも私もチームは踊っている時が生きている時。歌えや踊れやこの世はパーティー会場。お、モコロンコットンガードいいっすね。もう代名詞みたいなとこあるもんな。どうしよう。いや、突進もつんねえけど、頭突きでひるませるっていうパターンもあるな。まあ、丸くなる上位互換みたいな。超上位互換か。モコロの代名詞みたいな。オッケーオッケー。元気になる方法、ズバリダンスをエンジョイすることは、ポケモンと技が入り乱れ、最高に浮かれた気分だよな。猿すぎるね、お前の顔は。猿すぎる。ビビる。猿すぎて。猿すぎてビビらせる。インドレンスのアイス?ここに来て。あれ?締め切ってんね。こんなんだっけ?スパイクタウンに入れなくってずっと足止めされてるの。悪タイプのジムリーダーに挑戦できないんだよ。なぜシャッターが閉まってるんだ。ジムバッジをもらえないじゃないか。いや、こいつはモブなんだけど、あれだね。ここまで来てるってことはモーサなんだ。ちょっとノッツを。お、マリーちゃん久しぶりっすね。クオリティカット。ほんまこいつ可愛いんだけど、叩っこ。襲ってくんのか、こいつ。ああ、オトスパスのあの面影はもう叩っこからあるんだな。なんかまた生まれた。可愛い。あ、でもここまで来れないみたい。よかったよかった。こっちからね。あ。ああ、オッケー。なんで草むらあんねん、こんなん。エフェクトカード。こういうの使ったことねえなぁ。で、マリーと。私、ここの生まれだから、ちょっとした裏口を知ってるの。あんたも街に入りたかったら、案内してあげるよ。ただし、あんたはライバルだものね。私に勝てたらの話だけどね。はい、喜んで。じゃあ、
はい、そうなんですよね。マリーちゃんの故郷ここで、だからまあ、このね、エールガンの本拠地ここなんですよね。あんたも勝ち残ってるジムチャレンジャー。前に言ったようにライバルとして尊敬してる。でもね、私もいろいろ背負ってるけん、負けるわけにはいかんとよ。マリーが勝負を仕掛けてきた。デパールです。下っ端たちも使ってるポケモン使ってくんだよな。私もパワーアップしたけんね、あんたに全部ぶつけたるから。トンボ帰りで逃げちゃうわ。向こうのが早いな。もう一刻の速さはあのキャンプでも分かってっからとてつもなく速いってことは、とてつもなく速いっちゅうことは知ってんねんな。チョロ猫とか持ってたっけ。うわー、すごい傷薬そこで使っちゃうの、すげえもったいないような気がするけど、だってこれで死ぬんだもん。あ、急所か。死なねえな。じゃあ次は、まあ、どっちにしろ飛んじゃうけどね。封印、あ、不意打ちか。オッケー。スパイクタウン7番目のバッジ、7番目のジブリーダー、ヤンキー挑発。ズルズキン、いや、このままでいいんじゃねえか。もう二度蹴りで粉砕するし。ちょっと二度蹴りで粉砕させてもらいますわ。勝って。二度蹴りじゃ話になんねえな。瓦割り。これさあ、もう月で昼間しに行った方が早いか。威張る。威張られてしまう。混乱するんじゃなかったっけ。攻撃ぐーんと上げてくれたのはありがたいけど。いや、混乱で実証ダメージとか、自爆しなきゃ大丈夫なんで。本当に。ただ俺に攻撃力を与えただけになるから、混乱しなかったら。ドクロックもあれか、あれなんだよな。まあ、ギリジャンでいっか。こいつのタイプ、毎回わからんねえけど、毒は入ってるね。毒格闘だっけ、なんだっけな、もうわかんねえよ。見た目、見た目、カエルだから水入ってそうに見えんだけど、別に入ってないんだよな。不意打ち、おお、俺タールショット打ってる。これで炎抜群にさせて、炎に弱くなって2キロチャージ。また威張られちゃった。敵探査目赤くなっからな、お前。お前怒らせてはいけない人を怒らしてやから、お前。威張り散らかしやがって。それで死ぬんだからな。かわいそうに。威張るだけ威張らせて。これモルペコ出てくるから。もう最後の手持ち一匹分かってんのよ。モルペコ。モルペコな、まあ、このままでいっか。さすが私のライバル、気持ちよく追い込んでくれるじゃん。かわいい。まあ。まあ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 、原始の力。ジムチャレンジャーマリーが選ぶとっておきの技だよ。おお、すげえ。ん、何かしたかっていう感じではあるけど、とりあえずすげえと言っとこう。あ、なんかしたか。伊藤ちゃんし、イバルだったりイチャモンだったりよ。こっち怒らせやがって。
血管が切れるっちゅうねん。これはまあ素直にニトロチャージでよかったな。威張るされて、一夜もんつけられて、もう、血管キレキレの、いいじゃんだったけど、なんとか勝ったわ。なんだよ、マリーたちのいいところ全然出せなかったじゃん、もう。あたしのパートナーなのに、モルペコが強い、あんたを気にしてるのもなんとなくわかるよ。でもね、あたし、スパイクタウンのみんなを喜ばせるんだから。忘れんで、もう一度、あんたと戦うため、絶対。ジムバッジ8個集めるけん。チャンピオンカップでリベンジ やけん。リベンジやけん。じゃあ約束、あたしについてきてよ。当然のことながら回復はさせてくれない。これ使えるんだっけな、ポケモンセンター。もう全然記憶にないけど。ザ・スパイクタウン。じゃあもうなんか、裏路地みたいな。さあやっていこうか。ここが、マリーちゃんの故郷ね。シャッター閉めとったら誰も挑戦できんのに。どうなってるか調べんと。あんた、あまり物だけどこれあげるから、あとはよろしく。あ、ネズ。俺がジムリーダーっすね。おい、スパイクタウンにようこそ、ジムチャレンジの始まりだぜ。ジムチャレンジに挑むなら、試合のユニフォームに着替えな。そこはちゃんとしてんだ。ジムリーダーだったらよ、まっすぐ行けば会えるぜ。そうはいかねんのが、ここなんだよ。こいつが邪魔してくる。ジムチャレンジャーさんよ、お前ここを通りたいのだろう。だから俺は通したくない。つまりは通りたいお前と通したくない俺との勝負だ。お前を通したくない。そのためわざわざ建物の隙間に挟まって待っていたのに。負けてしまったら意味がないぜ。まあいい、負けて俺は立ち去る。お前は好きに通ればいいさ。普通にあれだね。普通の喋りだね。なんたらエールとか言わないね。なんだこの水着の写真は。誰なんだお前は。ビキニの姉ちゃん。あ、ローズ委員長もいるね。ビリビリに破れてる。なんか貧困街みたいな。貧困街って言うとあれだけど。すごいわ。バリアードが。おい。何してんだお前。先に進むことができない。おやおや、ジムチャレンジャーのお通りだよ。だけどね、エルダンの縄張りをさ、黙って通り抜けるのはないよね。とんだ挨拶があったもんだよ。あたいポケモンたちもあんたらの強さにメロメロだよ。ほら、通してやっからさ、ネオン看板でも見てみな。あ、バリアードも去ってくのかな。ははははは、バリバリ。あー、はははははは。あー、なるほど。こっち側行けってことか。意外に優しいな。うわ、なんかいるじゃん。意味なくエールだ。あ、モンスターボールが。びっくりしたか？俺も着地のショックで足が痛くてびっくりしてる。このままじっとしてると痛くて泣きそうだから勝負。バカじゃん。そりゃそんなとこから飛んだらそうなるやろ。もう体型が体型だしね。お腹出てるし、2階からそんな飛んだら、足にえぐいダメージ来るよな。確かに負けたけどよ。痛いのをこらえて頑張ったんだ。そこを評価してくれよな。よし、痛みをこらえて普通に退散してやるぜ。後ろの下っ端何のためにいるんだこれ。ツーマンスレで前から来るけどさ。ただ足を痛めただけ。えぐい。とてつもなくえぐい。なんだこいつ。見えない壁がある。先に進むことができない。なんかどっかから通るんじゃなかった。そろそろポケモンの HP とかきついだろう。アイドルに憧れてひたすら練習したバク転。驚いたでしょ。驚きなさい。驚いている間にこそこそと勝っちゃうんだから。練習が必要だったのはバク転じゃなくてポケモン勝負だったようね。教えてくれてありがとう。あなたのことを応援するわ。なんかでも普通の喋りなんだよね。外でいる時よりもまともなんだよな。なんたらエールとか言ってないし。これがお前らの巣か。
そう、これこれこれ。これあったのが記憶あるんだよ。エルダン登場。ジムチャレンジだからってよ、俺らの味と荒らすなよ。よし。戦撃なりふり構ってられねえ。挟み撃ちか。ああ、そうか。うーわー、変装が間に合わなーい。あはははそうです。エルダンの正体はスパイクタウンのジムトレーナーさ。知らないぜ。次、ジムリーダーだぜ。めちゃくちゃ強いんだぜ。エルダンの正体、バレバレだったし。変装が間に合わなかったの。怒られないよな。じゃあね。ワン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 さあ行くぞ。シェイカラシカー。わあノッツォ。ごめん。スパイクタウンの連中ったらシャッターを閉めていたのは私のためだっていうの。スパイクタウンも錆びれるばかり。ジムリーダーのネズさんは大丈夫しか言わないし。だからエルダンに変装してジムチャレンジャー、みんなの邪魔をしていたんです。他のジムチャレンジャーがジムに来れないようにしておけば、お嬢だけが勝ち上がってチャンピオンカップに進める。そうすりゃ私やのお嬢が新チャンピオンになれる。可能性が高まるってわけ。ああ、そんなの全然応援じゃないし。ノッツォ、事務調整の手続きとか今更しなくていいから、ジムリーダーに挑んで。さあ、初お披露目といこうか。ネズさん。これが普通の素顔なんだよな。ネズさんめっちゃ歌ってますね。ポケモンのコーラスもいいですよ。お嬢のお説教めっちゃ長いんですよ。以前悪さをやらかしたモルペコぐったりしてました。怒ると怖そう。いや、闇並みだこれ。すごい。お、エレズもいる。さあ来た。この人が7番目ですね。で、なんでお嬢って言われてるかっていうと、ネズさんの妹がマリーなんだよね。はあ、やっと来てくれましたか。俺、ほんとダメなやつだからさ。だから誰も来ないんだ。そんな思いが強かったね。俺、いい耳してるからシャッターなこと聞こえていたけど、一人でいる時間は心が泣きそうになるんだよね。ダイマックスは使えない、ジムスタジアムだからさ。シンプルな戦いになるんだけど、ちょっとは楽しんでほしいよね。そう、今までは、でっけえね、バトルコードでダイマックスなりなんなりしてましたけども、ここは純粋なポケモンバトルを。俺はスパイクタウンジムリーダー、アクタイプポケモンの天才、人呼んで哀愁のネズ。負けると分かっていても、挑む愚かなお前のために、ウキウキな仲間と共に行くぜ、スパイクタウン。ネズ。かっちょええじゃねえかよ、おい。ズルズキン。いや、めっちゃかっこいい、曲も。みんなも名前を呼んでくれ。行くぜ、ズルズキン、威嚇だ。教えてくれるんかい。で、狙い撃ちじゃ一発で倒せないってことが、なんか下っ端の時に分かってるんだけど、まあ、それでも狙い撃ち撃つわ。半分ぐらい入ったかな。半分入ってねえな。トンモ返しするか。格闘入ってんだよな、こいつな。で、何出すか。ここはアクタイプのこいつでも出すか、ヤンキー。いや、アクタイプ、格闘飛んできたら死ぬな。まあ、モクロンでいっかな。ズルズキン砂かけ
まあ、二度蹴りでいっか。うわはははは。やばい、めんどくせえ。これ、命中下げられて当たらねえみたいな。うわ、あ、来た来た来た。あー、でも当たっても次で倒せねえ。どんだけ好きね、お前。いや、これ回復してくるかな。回復してくるんだったら引いて、あれしよっか。傷薬とか使うんじゃねえの？わからんけど。まあいいや、もう変えて正解だろう。命中、不安のまま戦い続けると、ストレスでしかないからね。毒づいて、OK。もうストリンダーかな、ここも似合ってるの、マジ。エレズもいたことから、ストリンダーも出してくるような気もしなくもないけど。カラマネロ来た。アクエスパーだ。アクエスパーか。毒ってあれなんだっけ、まあこのままでいっか。まあいいか。特製天の弱、カラマネロ、ひねくれちゃいましょう。ほっぺスリスリでいいっすかね。ほっぺスリスリして、しびれさせて、あれ効果抜群なんけ？うわっほい。いやー、格闘技もあれだもんな。どうしよう、ギリジャン？いや、ギリジャンで、殴ってった方がいいのかな。タオルショットでうんたらかんたらってのもあるんだけど、それよりは殴ってった方がいいのか。イカ様。オッケーオッケー。ニトロチャージ。全然食らわんな。ははは。攻撃が上がってないから、イカ様ダメージそんなに。いや、まあダメージレース的に勝ってんのか。いや、次のこれ、いけるか？ニトロチャージ。耐えそうじゃない？あ、いったわ、ナイス。このイカ、この素早さを生かそう。オッケー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 。立ちふさぐま来たー。とりあえずこのままでいっか。こいつだよ、まっすぐまの進化は。メンバー紹介、声高いうなり声が自慢の立ちふさぐま。肩に椎茸背負ってんだよ、こいつは。まあ普通にダメージ与えるだけダメージ与えとくって感じでいっか。全然効かん。とっておきのメンバーだよ、みんなに自慢してくれよな。地獄好き、ギリジャーン。どうしよう、一刻。やべ、勝てるかこれ。硬そうだから狙い撃ちだ。防御なんかすごい硬そうじゃない。いや、次で倒せる。あ、急所か。あ、オッケー。でも、カウンターしても意味ない。危ねえ。ブロッキング。あ、シイタケでバリアね。こいつ専用の技だよな。シイタケバリア。肩にシイタケ背負ってんだけど、こいつに進化させたいんだよな、俺のまっすぐな。かっちょよすぎる。スカタンク最後。いや、もうここはもうこのままでいいな。ネゾにはアンコールはないのだ。歌も技もポケモンも。立ちふさぐまが最後の方が良かったような気がするな、絵面的には。みんな似合うけどいいよな。不意打ち独特だ、スカタンク。
だから不意打ちしてくるってことか。じゃあしてくるな、してくるんかい。狙い撃ちで狙うぜ。強っ強すぎた。これはクラマ神秘の守り。あー、いや、いらねえな。いいね、ダイマックスなしのバトルってのも。まあ、ダイマックスが醍醐味なガラルにおいて、それはそれでいいんじゃねえのっていう。俺もメンバーも出し切りましたよ。またいつか会いましょう。燃え尽きやがった。ウェン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 。君と戦えてよかったね。俺のポケモンたちはそう感じているみたいですよ。エレス、悪のジムバッジ、悪バッジですよ。さあ7番目、そしてラスト。レベル55までのポケモンを捕まえられるようになった。あとユニフォーム。ライブをしていたら、物販で売りたいんですけどね。アクセット。次は妹のマニーが挑戦に来るんだよね、きっと。ちょっと感動したな。見ていましたか、妹よ。負けては何も教えられないね。兄貴のポケモン勝負を見て戦い方を学んだんだけど。そうだったか。そうだマリー、お前に言っておくことがあります。スパイクタウンジムリーダーをお前に譲りたいのです。うん、知ってる。兄貴が今回の大会で引退するつもりだって。意地でもダイマックスを使わず、よくやってきたんじゃない。そんな兄貴が好きだけど、返事はノーかな。だって私、チャンピオンになるけん。ジムリーダーできんよ。そうですね。ではチャンピオンになれるかは兄貴が確かめるとするよ。ノッツォ、兄貴に素敵なポケモン勝負ありがとうね。次は私の番、ちょっと外に出ててね。ネズさんに勝ったのかよ。ほら、記念の技マシンだ。バークアウト。これはあれだな、最初ジグザグマ覚えてたな。ジグザグマの頃から覚えてたような気がするわ。おい、9番道路が大変だ。チャンピオンが来たぐらいだぜ。お、君、寝ずに勝ったんだろ。手伝いに行った方がいい。ほら、案内してあげるよ。いや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 、いいって。ここで終わろうと思ったの。シュゴゴゴゴゴゴーン。ノッツオ君、来てくれてサンキューだが、謎の音は俺に任せてくれ。言っただろう、君たちはジムチャレンジを勝ち進むんだ。残るはドラゴンタイプのジムリーダー、キバナだな。キバナは強いぜ。俺がライバルと認める男だ。おっと、話し込むのは後だ。まずはトラブルを片付けるぜ。無敵のチャンピオンが君たちの未来を守る。シュゴゴゴゴゴゴ。一体何か。トンネルの先だな。今一度チャンピオンタイムだ。手伝いに行った方がいいんじゃねえか、つって。でも、チャンピオンは手伝いよりもジムチャレンジ優先しろって言ってるから、そっち優先させてもらうか。さあ、恒例のね、リーグカードを見てみよう。行きましょう。ネズさん、これね。スパイクタウンにはダイマックスをするためのパワースポットがなかったため、ファンもあまり訪れず、街が錆びていくことに責任を感じている。試合になると高ぶっていろいろネタバレをするが、それでも勝つ強さを持つ。シンガーソングライターとしての評価も高く、本人も音楽を極めたいこともあり、妹がジムリーダーになればいいのにと考えている。ということで、このね、7番目のジムリーダーネズさん。開会式の時にはね、出てこなかったんで、本当にこの、対面するまでは、もう本当に、もうジムに挑むまでは、ね、挑むまで顔がね、見れなかった人なんですけども、ダダリンいるぞ、あれ。ダダリンが。ダダリンいるなぁ。はい、ということで、今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。
マリーはどうなるのだろうかって話だけども、まあ、勝ってくるでしょ。兄貴を超えてくるでしょ。兄貴超えてくるでしょ。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。どうじゃ。